監督寺は、愛知県名古屋市水北牧町にある、臨済宗明神寺派の寺院。三号は、よもぎ雲山。本尊は、釈迦牟尼如来。妙心神寺松。文禄二年、尾張国名古屋の天馬町で改装したと伝わる。海山のあずましく消費は、加藤隼とさ、スケの男で、悟る系派の人物であったという。また、尾張氏などによれば、天正五年、 終わり国には軍学田村で秋久という僧によって創建され、官営16年に今道町に移って加藤忠臣により再興されたとも言う。また、終わり名所図は、慶長年間に創建されたと伝え、江戸時代初期には後に謙承寺や随竜寺の環状解散を務めた、少々造霊が十字であったとも伝わる。かつては、達中として、揚げ屋県があったが、 完炎2年に廃絶した。1915年に刊行された名古屋出社事変によれば、明治時代には271坪余りの境内を持ち、この頃の本尊は阿弥陀如来であった。1945年、名古屋大空襲によって全山を消失。1953年に厚田区から水北の現在地へ移転した。ありがとうございます。